皆さん、今東大の留学生が増えています。2010年留学生数は3079人、2024年は5231人です。15年で 1.7 倍になりました。全学生数の 18% ほどです。なぜこんなに東大に留学生が多くなったのでしょうか。僕は東大の修士課程、博士課程の合計4年半間も内部事情を見てきました。この動画を見れば東大に留学生が増えている理由と、それが日本にとってどんな意味を持つのかがわかります。それでは3つに分けて話します。1つ目、東大の留学生の9割は大学院生だよ。2つ目、日本人の大学院生が足りていないよ。3つ目、そこを外国人の大学院生が埋めるようになったよという話です。まず一つ目はですね、東大の留学生はほとんど大学院生ですよって話です。まず大前提として知ってほしいのは、東大にいる留学生の9割以上は大学院生なんです。多分皆さんがイメージしている東大生っていうのは学部の東大生です。そこと東大院生というのは全く別の世界が広がっています。学部入試でいうと、毎年50万人が受けるセンター試験を突破して、その中の数千人しか通らない超難関ですね。正直外国人がここに入るのはめちゃくちゃ難しいです。僕は頭悪くて学部入試はもう絶対合格できません。では学部生と大学院生に求められるのは何か。学部生には今までの知識をよく理解しているかを聞きます。遺伝子とは何？量子とは何？分子とは何？これはもうすでに定義がありますね。これ知ってるの？よく覚えたの？みたいなイメージです。もしくはこれを応用して示唆を出せるの？みたいな感じですね。一方で大学院生は違います。大学院生には今この瞬間に世界で何が進んでいる、何を新しく発見すべきなのか問われます。例えばですよ、今現在どんな遺伝子がまだ知られていないの、その遺伝子をどの最新方法で解析するの的なイメージです。つまり最新の論文を読み込み、実験や調査を積み重ねて自分の成果を論理的に示すことが勝負になるんです。だから入試も暗記勝負の筆記試験ではなく、重要科目のみの筆記試験、そして研究計画のプレゼンテーション、そして英語が中心になります。学位よりも門校は広いです。数字で見ても面白いです。東大の大学院生は約1万5000人います。そのうち留学生は5000人前後でして、つまりキャンパスを歩けば大学院生の3分の1、3人中1人は留学生という空間なんです。ちなみに東大の学部生は1万4000人ほどと大学院生と同じ数なんですが、そのうち留学生はたった500人前後です。この場合は学部生30人の1人しか留学生いないというところですね。学部は30人中1人、大学院生は3人中1人っていう話なんです。でそこで2つ目の話になって、日本人の大学院生が足りてないですよって話です。これが東大の大学院に留学生が多い理由となっています。研究室というのは一言で言えば、実験工場、調査工場、みたいな感じです。本当にざっくり解説しますと、教授は工場を回すヘッド、リーダー的な人でして、次々と新しい研究構想を思いつく必要がある。例えば新しい触媒で二酸化炭素を分解した未解明のこの遺伝子を解析した、これをやれば研究的な価値がめちゃくちゃあるみたいなことをアイディアを考える。そして学生とか助教たちにそれを振って、それが危険通りに行くように指導する、そういった立場です。試験管で回すとか、顕微鏡で確認するとか、データをまとめるとか、こうした作業は学生という研究労働力がいなければ進まないんですね。ところが日本では修士課程を終えると9割の学生が企業に就職します。つまりせっかく2年間で研究の腕を磨いた日本人の大学院生が次々と研究室を去っていくんですね。なぜかというと、いろいろな理由はあるんですけれども、一番大きいのは稼げるお金の問題ですね。日本の博士課程は月20万円程度の奨学金が出ても、それを3年間続けてやっと700万円ぐらいですよね。でも社会に出れば同世帯はすでに3年間で1200万円は稼いでるんですよ。そして障害賃金で見ても、博士課程を出たからといって、もうみんながみんな大幅に増えるわけでもありません。企業の人事からは、博士は扱いにくい、修士課程取って自分たちで3年間育てればいいんじゃないのみたいな風潮もあって、修士卒とほぼ同じ待遇で採用されることも多いんです。さらに厳しいのは、博士課程を終えて大学教授になりたいと思ってもすぐには正規ポストにはつけないという現実があります。ポストドクター、
ってお聞きしたことありますか？それは非正規雇用で30歳前後を過ごすようなケースなんですよ。しかも年収が300万円から400万円台なんですね。これがですね、皆さんが東大生だったとしたら、もう多分学部でも卒業して、まあ、商社みたいなところも行けば、もう3年後4年後5年後ぐらいに年収1000万円となって、みんなからわーいされるみたいなことを、それを好きな人もいるじゃないですか。なんかポスドクで、しかも非正規雇用かみたいな形でアカデミアを離れていく人たちがいます。これは良いかどうかは別の話として、まあ、そういう現実があるってことをお伝えしたいです。そこで、まあ、日本の方々が自分にとって良い選択をするために、経済的であれ、リスクを避けるためであれ、研究室から離れて教授のアイデアは溢れているのに、研究室には研究する人材が足りていない状況なんですね。3番目の話はですね、その代わり留学生が埋めていますよって話です。こうして生まれた人材の空洞を埋めているのが、まあ、留学生となってしまいます。教授にとって研究手間は山ほどあるんだけど、それを実行する人がいない。なのでそこで世界中からやってくる優秀な若者が集まってくるんですね。このように思った方もいるかもしれません。なぜ留学生たちにいいことさせるのと。ここで重要なのは、研究の成果は個人だけのものではないということです。論文が出れば著者として留学生の名前は載りますが、同時に教授の名前が指導した著者として載ります。所属はもちろん所属した大学の機関の名前が載ります。そしてその知見は日本から発表された研究、日本のある大学から発表された研究、日本の教授の指導の下で発表された研究として世界に広まるんですね。その教授、学校、日本という国に積み上がっていく構造になっています。実際2001年にノーベル賞を受賞した野依良治先生の研究室にも外国人留学生や外国人研究者が所属しています。特に講師として研究されているジョンさんは大阪大学で修士号、博士号を取られていて、その後日本の大学でそのまま研究活動を続けられています。でもちろんですね、この留学生の進路は様々で、まあ、自国に帰るケースももちろんあります。でそこで、まあ、もちろん日本と関わらない場合もあれば、日本と関わる場合で日本と共に研究成果をそこから積み上げていくパターンもあります。韓国の GISD という研究機関があって、そこにキム・ユースという教授がいらっしゃいます。キム教授はソウル大学を卒業して東京大学で博士号を取りました。そして20年間日本で研究された後、今は韓国と日本の両方で研究をしています。最近は韓国の方にメインの研究所を移して、そこでは韓国と日本の例えば理化学研究所だったりとか、この大学と共同研究の成果を発表しました。こうして日本で学んだ人たちが、まあ、自国に帰っても日本とつながっていて、日本と世界をつなぐネットワークが広がっていくっていうのがありましてね。まあここまでですね、ちょっといいことだけ言いましたよね。まあ、もちろん問題点があるということも事実です。それは研究しない大学院留学生をどうすべきかということですね。中には研究室に来なくなる留学生もいます。遊ぶだけの留学生もいます。さらに一部では不法就労や犯罪に関わるケースもあります。教授たちも頭を抱えていて、正直研究室と論文執筆、学内業務だけでも精一杯なのに、彼らの生活面まで面倒見るのはとてもしんどいんだと嘆く声もあります。これはですね、大学院留学生はですね、研究室に属しているので、大学の事務側からも彼らが研究室に出ているかどうかっていうのは把握しづらい。教授は忙しすぎて面倒見ることができない。そのまま留学生たちはもう放置されていて、もう遊ぶまま1年2年間が経ってしまい、卒業できず、この留学生たちは1、2年間何もやったことなく遊んだままで、研究成果もなく地獄に変えてしまうケースもあります。今日本では留学生を受け入れるべきかだったりとか、こんな議論がもう終わらないですよね。僕も留学生全員が日本に良い影響を与えるとは思っていません。光も影もあると思っています。でも少なくとも僕自身は付属だらけな人間ですけれども、それでも誠実に丁寧に一つ一つ日本での生活を積み重ねていきたいと思っています。そしてきっと僕みたいに日本で真剣に学んで誠実に生きたいと願っている留学生は他にもたくさんいるはずです。もしそんな誠実な留学生に出会ったら、ぜひ応援してあげてくださると、まあ、拍手を一つ送るだけでもその人の力になると思います。その一人一人がやがては日本をサポートする研究をするかもしれないし、日本と世界をつなぐ架け橋になるかもしれないですね。今日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。以上、パクンでした。アニョー。